どうもここんにちは宣伝部長のいです今日は松本人志和解の噂ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで文春さんと松本人志さんの裁判の件なんですけれども世間的にはね、まあ、一旦沈下したかのように見えてる状況なわけなんですけれども、まあ、裁判はね引き続き続いてるという状況の中でまあなんかこういろいろ交渉があるらしき 噂みたいなものはなんとなく聞いてたんですけども今回はねちょっとそれと一緒かどうかわかりませんけども記事化されていた話があったので、まあ、ご紹介していきたいのとそれからですね 旧ジャニーズ事務所ですね、の東山社長がですね、先日あの BBC のいわゆるインタビューに答える形でね、まあ、言論のあ、誹謗中傷は言論の自由だみたいなことが、まあ、あのそこで放送されてめちゃくちゃ叩かれたと思うんですけどそれに関してねじ曲げていると変更報道だということで BBC に抗議文書を送ったらしいのでこの2つについて今回はやっていきたいというふうに思います。 はいというわけでこちら日刊現代さんの記事ですけども松本人志に文春と和解の噂も振り上げた拳は下ろせるか告発女性の素性が SNS で暴露されということですねこの SNS 暴露の件が記事化されたのはこれ初めてじゃないかなはいと思いますとでとダウンタウンの松本人志のトラブル疑惑を報じた 『週刊文春』との、まあ、第1回口頭弁論が行われた後、まあ現在まで報道はぴたりと止んでいるが松本側が文春に要求した告発者 A 子さん B 子さんの素性について口頭弁論後ネット上では暴露合戦が繰り広げられたと。で、えー、と松本側は告発した女性たちの氏名 あるいは芸名そして住所生年月日携帯番号等々ですね、まあ、さらに用紙が分かるような写真の提出を要求したが文春側拒絶ということですねでそしてその後 A 子さん B 子さんの芸名などが SNS にまあ投稿されたということですねはいまあ簡単に言うと A 子さん B 子さんの人定を松本さんが求めたんだけれども、まあ、それがあのいわゆるとある方によって暴露されたと。 いう状況でネット上では大騒ぎだったわけなんですけどもまあマスメディア含めさまざまな媒体においてほとんどっていうか全く扱われてなかったですねさすがに扱うことで広めてしまうからっていう側面もあったというふうに思うんですけどもはい。で でそして松本所属の吉本興業も文集の第一弾報道からこの2名について情報収集し,、ま、していましたが SNS に投稿された女性とそれから吉本が調べた情報は合致したようですということなんですけど、まあ、そもそも小沢さんはこの2人とつながっているわけですからしかも、まあ、SNS をやってるぐらいの、まあ、いわゆる芸能系のお仕事をされてる方なんでまあ 普通に考えると、定なんかでそれがまあ分かっ何て言うんだろうこう今回出てきてしまったことが非常にだから何のために人定したかっていうと圧力のためじゃんとしか思えないんですけどまあとにかくですね、えー、もし仮に2人の素性が明らかになったとしてもそれを報じれば、えー、とセカンドルバになりかねたいためどのメディアも扱うことないという感じですかねはい。 でで最近の松本人志の様子については弁護士のほかに一日に何度も吉本の幹部と電話で情報交換したり事務所のスタッフや親しい番組関係者それに後輩芸人らと食事をしてますということで、まあ、これは普通に元気にしてそうですこれに関しては良かったですよね。で裁判で身の潔白を証明するモチベーションは下がっていませんと。で松松本本サイドは松本問題必要く んしつこく取り上げたミ,ミヤネ屋の報じ方とは変更報道だとして BPO、えー、本当にやるつもりうんマイナスだと思うなということをやろうとしてるけどミヤネ屋は変更してるかなでもテレビ自身が、まあ、かなり松本さん用語のように私には見えてるんですけど松本さんからすると変更報道だって感じてるってことですよね。ここねすっごい乖離があるなはい。 ということですずれ、ね、にしてもこれが何、まあ、ていうかこれに忖度するんですかメディアはメディアは取り扱いに慎重にならざるを得ないっていう感じですかねはいで次は弁論準備が6月5日で行われる予定だけどもウェブ会議なんでねまあいわゆるこう裁判所の前で貼ってこう撮影みたいなのはないわけなんでこれそのものを報じるかどうかもちょっとよくわかんない感じですけどはい。 で一方で裁判所から和解提案がされるのではという情報も流れてるって感じで、まあ、基本的には裁判した普通にね、和解提案がなされるんですけどで吉本関係者と文春関係者が水面下で接触したようで文春サイドは裁判を長引かせるつもりはないということのようですとで真相はともかく松本はかなりのダメージを受けたのは間違いないと。 で、若い案が出れば双方が歩み寄りを見せると言いますが文春側も記事の信憑性について揺らぐことはないでしょうし松本側も主張してる部分について絶対譲らないということでまあ結局妥協点を見いだすのは難しいというところですかね。はい、まあ、そらそうでしょうと。<laughs> <laughs> いう感じですよねまあ松本さんがなんかこう裁判やるって言ってそれを発表した時点でもうもう,あもう引き戻せまあ後戻りできないみたいな方に行ってしまったように見えるんですよね。でも私はどう考えても和解した方がいいと思うっていうか早くこう振り上げた小は下げた方がいいんじゃないかっていう気がしますけどね。うん という感じですかねまあでもまあここに関してはもう多くの方が言ってるし私もずっと言ってるんですけどなんかご本人が結局説明なされないので何が何がおっしゃりたいのか何が本当で何が嘘かみたいなことについての認識がいまだに明らかにならないんですよね。でそれが裁判を通じて明らかになっていくってことなんですかね。あの <laughs> うん、そうっていうことですかねだから現状なんか世間的にはもういまあどの話題でもそうですけどまあいくら話題になってもかなり沈下していくんですよね。で最終的に残るのはファンのこばかりなりって感じで、まあ、現状もこの問題について一生懸命一生懸命話してるのはまあ松本さんのファンと言いますか擁護される方々ばっかりなんですよねはい。だからそれそれののものが、うん まあ嬉しいでしょうけど世間的なイメージとしてどう見られるかっていうと、うん、ずっとね拳を振り上げた状態っていうことですよねだからまあそ,それが固定化しちゃってる状態ですよだから、まあ、本当に本当にただパーティーしかしてませんでしたみたいなねまあ何回もそういうのやったけどあくまで後輩とかまあお招きした女性を喜ばせるのみでその後の行為なんか全く全くやってませんっていうね、まあ、そういう話が出てくるんならともかくちょっと っと状況、まあ、難しいかなって、まあ、その後もそういった行為がまあね割と頻繁に行われているとするならばそもそもですけどねあの不特定多数の人との不倫になっちゃうわけですしまあねだから否定できるラインがどこになるのかによりますけど、まあ、現状それも示してないので。 うん。っていうのが正直な感想ですよね。まあとちょっと気になるのはえっ、ー、と。このえっ、ー、a 子さん、b 子さんを暴露した方は文春から情報を仕入れたって言ってるんですよね。で、文春のしかも社員って言ってたかな？それは立花孝さんの youtube チャンネルに出られておっしゃってたんですけどで、なんか一説によるとその人はなんか。まあこの現代さんに。 みたいなそういう話もあったりとかしてでその現代さんからこの記事が出てくるっていうのはどういうことかなっていうのは個人的に興味がありますけどね、まあ、ちょっとこの辺については本当にまあ分からんことだらけではありますけれどもまあね言うてカリスマですからね当然人気はありますしなんだろうなテレビ全盛の時代だったらうまいことこの勢いに乗って戻るみたいなことはできたのかもしれませんが。 まあちょっと正直厳しいんじゃないかと思うけどその一方でなんだろう今回の件でもうめちゃくちゃ人気があるっていうか固定ファンっていうのかなもう何が何でも応援する松本さんみたいな人が多数いらっしゃることが分かったので変な話テレビなんか出なくても普通に松本さんがやりたいことをやればついてきてくれる人が山のようにいるっていうのは分かったんじゃないですかね。なんかそのテレレビのの出ててるタタントさんんでもいいろんなタイプの方がいて テレビに出てるから評価されていいるる人もいるじゃないですか,だかそういう人がじゃあ,あの今回みたいに休業しますってなった時にまあじゃあ自分で何か新しいこと始めますってことでついてきてくれる人ってここまでいる人いんのかなっていうレベル感ですけどね、まあ、その辺も本当にまあどうされるのかはよくわかりませんけども、まあ、和解しないってなったら裁判は2年3年ってね続いていくわけで決してプラス。 ではないしそれからその無理筋に付き合わされる吉本興業も一緒に沈む可能性すらあってですね大丈夫かなっていうのがまあ正直な感想ですかね、はい、ということがまあ行われてましたと、はい、で続いて吉本興業と同じくでかい事務所の件ですね。 はいでこちらはオリコンニュースさんの記事でスマイルアップつまり旧ジャニーズ事務所ですけどもえー、っと BBC に抗議文書を送付訂正と謝罪を要請ということですね東山氏の発言を意図的に歪めて放送したんだということをあの出されてましたでこれ見た時に私なんかこうなんていうのかな誰かがどっかで言ってる愚痴みたいなやつが記事化されたのかなと思ってそう。 で、BBC にちょっと抗議をしてみたみたいな話かと思ったら、まあ、普通にそのホームページ上にこの抗議文書が載ってましたね、スマイルアップの。ということで、正式にま抗議してるっていう形で、まあ、ちょっと驚きましたね。まあ、ちょっと一緒に見ていきますけど、本当にそんなにねじめ上げられてますかって話ですね。はいで 先日の3月30日、BBC による捕食者の影、ジャニーズ解体のその後が、まあ、BBC によって報じられたと。で、えーと、東山氏の取材映像部分における被害者に対する誹謗中傷に関する発言部分は、まあ、本来の発言の趣旨とは異なっているよということですね、はい。ということで、東山氏に対して誹謗中傷を助長しているなどといった誤った批判が数多くなされているということですね、を言ってますと。 で,、えーっとはい、でえっとはいでえっと本番組の放送終了後に4月10日にモビンアザー氏ですね BBC が、えっと、記者会見を行ったとでその中で本番組の取材の一環で両氏に面談した被害者の方々に関する両氏の発言により当該被害者は誹謗中傷にさらされる状態になってるっていうふうにまあ言っててそれで抗議するよ ということですね。まあ、概略としてはまあこんな感じなんですけど、えー、とこれですね実際のスマイルアップが挙げた講義文書ですねで東山氏の取材映像における編集についてということで、えー、とインタビューのモビンアザー氏の質問に対して「言論の自由もあると思うんですね」と。 僕は別に誹謗中傷を推奨してるわけでもなく多分その人にとっては正義の意見なんだろうなと思う時もあります。なので誹謗中傷をどういうところのそのラインの引きというのは大変難しいなと思っています。なるべくなら誹謗中傷をなくしていきたいと僕自身も思っていますという形で、えっと、私はこういうふうに言ったというふうにそのまま受け止めてるつもりなんですけど。 えーと東山氏は誹謗・中傷をなくしていきたいと思っている旨を明確で伸びていたにもかかわらず本番組およびその後の長編インタビュー映像では BBC によって東山の発言のうち「えー、となるべくなら誹謗・中傷はなくしていきたいと僕自身も思っています」との発言部分が省略されたと全体として放送された内容が東山発言の趣旨とは異なってしまっていますということですね。はい。 でまあ、録音の音声と比較することで、まあ、確認したって言ってるんですけどねえっ、ー、とこの一文がなかったからといってこの印象変わりますあの誹謗中傷に対して言論の自由があると思うんですねっていう時点でアウトじゃないですか。あのそもそもですけどスマイルアップ社が誹謗中傷に対して前のめりで全面に対応していて。 で、その中において出てきた言葉だったらまだ言ってることはわかるんですけど、全く対応してるように見えないわけですよ。タレントでも注意した人ほとんどいないじゃないですか。だから一回、えっと、キンキキッズの堂本さんが、まあまあこの件とは絡めることない。別のね、ロジックで、まあちょっと言ってる感じのやつも見ました。 たぐらいの感じですよだから会社として全面的に誹謗中傷に対応していきますとかファンクラブの皆さんに対して、えー、タレントを呼び会社の方からやめてくださいみたいなの見たことがないんですけどどっかにあるんですかね。まあっったととしててもなんかちょろっと書いてるだけで だから、それはなんかいろ、まあ、そういう方法じゃなかったとしても、いろんな手法が取れたのにかかわらず、まあ、結局今、現時点においては取ってないと、まあ、今後やるのかもしれないんですけど、あるんだとしたら、じゃあこうこう、この場で、その誹謗中傷について、こういうことをやろうと思ってますと、タレントを使って、例えば誹謗中傷を学ぶ番組作ろうと思ってますとか、そういう話をすればいいですよね。あるいは、そういうふうに聞いてますとかでもいいんですよ。まあ、かまあ、タレントはもう行っちゃったからね。っていうのがあったりとかして、まあ、いずれにしてもですね、まあ、ちょっとタレントも、まあ、移ってしまったから、いろいろ難しい面もあるのかもしれないけど、まあ 実質的に今、ジュリー氏ですね。このスマイルアップも,も全ての権利を持っているジュリー氏とでそころそれからえっ、ー、と結局その、えー、とタレントはスマイルアップじゃなくて、えー、とスタート 社の方に移ったけど、その方々のさまざまな楽曲等々、さまざまな権利をまだ持っているような状況にあるわけですよね。だから影響力が非常に強いわけですよ。だからそういった意味においてやれることは山のようにあるわけで、それがなされてないっていうのが問題ですね。もうちょっと言ったらからこれ東山氏っていうよりもそのバックにいるえー、っとそのジュリー氏がね問題なわけです。本人が本当は社長のまま対応しなきゃいけないのに、それをタラントでタレントである東山氏ですね。こういった問題に慣れていない。 東山氏にやらしてしまったことによって、まあ、こういったことになってしまったっていうことだというふうに思うんですよね。はいでさらに、えっと、東山誹謗中傷なくしていきたいとうとうですねっていう旨を明確に述べていたっていうかまあ亡くなったらいいねって感想にしか見えないんですけどねその <laughs>。っていうことですよね。はい、まあまあとにかくこれが、まあ、外されていたと。でさらにえっとムビーアザシ等々に。 放送に先立ち署名を送付しその中で東山の発言に関して私は言論の自由もあるという趣旨の発言をしましたがこれは一般論として SNS 等で誹謗中傷する方がそのような反論を盾にしがちであることからそのような方々にご理解をいただきながら誹謗中傷対策を進めることは相当な難しさがあることを述べたことですと。 はい。で、まあ、当該発言の後に続けて誹謗中傷を推奨しているわけではないと申し上げているのでまあ、発言を切り取って報じないでねっていうことですね。言ってると。だからあのインタビューに、まあ、うと受けた後にその録音をまあ、弁護士が聞いたのか受理士が聞いたのか分かりませんけど普通に考えてやべえなと思ってままあまあ言い訳したんだけどそこには関しては取り扱ってもらえなかったっていうことですよね。はいまあね まあこれをジャニーズ事務所が言いますかねって感じですよね。こんななんか言い訳がましいことがなんか受け入れられて受け入れられるとするならばなんかこうジャニーズを辞めた後に干された方々が言いたいことっていうんですかね山のようにあると思いますけどねテレビによって印象操作されたとか消されたとかねいっぱいやって。 やられたっていうかむしろそういうのをなんかこうやってきた側の人がですね自分がこういうまあしかもこれそんなにねじ曲げてないですよね言ったのをそのまま紹介しているだけでめちゃくちゃ言ってることの反対にもテレビがよくやるねじ曲げるとか印象操作っていうレベル感まで行ってないですよねはいっていうことでありますのでまあなんかねちょっとブーメランのようにしか見えない ですねはい、ただ、まあ、正直言い訳をしたくなる気持ちはわかるし、まあ、東山さん自身がいろいろよく分かってないんじゃないかなっていうのはその通りなので、まあ、だから結局のところそういった人物を社長にすげて自分はバックに下がるでも代表者辞められないから副社代,代表取締役役員ってわけのわかんないポジションにいる、まあ、ジュリー氏の責任でしょうどう考えたってねっていうことだと思うんですけど違いますかね。はい でさらに弊社は本番組放送準備のためモビンアザー氏等々と1月29日に打ち合わせを行った際に、まあ、ジャニー氏による加害の実態をできるだけ幅広く取材していただくため被害者保証業務にボランティアで協力してくださっている当該被害者と面談していただくことを提案したところ、まあ、ぜひお目にかかりたいということで了承したということで面談の機会を設定したと。で えーっとまあ、なんですけど当該被害者のプライバシーの観点から面談の事実及び面談の内容を番組で放送しないことをもとよりその方法をよってしても公にしないことを約束していただいたということですね。で当該被害者はと、えー、っと面談において応じたのは弊社の風,風評を維持することを目的したわけではなく BBC に今回の事案の本質や実態をご認識いただき多角的・中立的な観点から 本番組を放送していただきたいとの切実な思いからであると話されましたということですね。はい、で、まあ、しかしモビンアザー氏は本番組において当該、まあ、被害者と面談を行った事実及び内容を明らかにするとともに、えー、記者会見においても再度被害者の面談事実及び内容を明らかにしましたということですね。まあだからまあ約束違反だということをまあ言っているということですね、はい。なんで謝れっていう文書だそうです。 はいといとう感じでね、まあ、ちょっと約束の部分については、まあ、第三者的にはわからないとこがあるのでそれを守るって言ったのに、まあ、それをバラしたとするならばそれは問題だよねっていうのはやっぱりあると思いつつあの本質はでもそれが言いたかったって <laughs> それは何て言うんだろうなもうその本来、まあ、ここでいいジャニーズ事務所は東山社長が言ったことを何とか打ち消したいっていう一点 のよようにしか見えないんですよねそういった被害者の話とかこう取ってつけたような話じゃないですかだからむしろあのこの東山社長の部分についてなしでそのねいや要するに被害者のセンシティブな問題についてなんちゃらかんちゃらっていうのでまあ別にその何て言うんでしょうね言わないって約束だったじゃないですかってそれは良くないよっていうのは全然いいと思うんですけど。 なんか東山でも一番目に東山さんが来てるし、まあ、それをただ言いたいがためにこれくっつけたように見えるわけってだから本質は東山社長が何を言ったかではなくてあのいわゆるスマイルアップ者並みびにスタート者の今の態度そのものが 誹謗中傷に対して向き合ってないことそのものが問題視されていてそれが分かりやすく東山社長の言葉として出たからそれを報じたっていうことに尽きるわけですよ。だから繰り返しになりますけどもう精いっぱいやっててあのその中であのここを切り取ってねやってないやってないとかねあるいは、まあ、こいつらは本当に向き合ってないんだみたいなことやったら確かにおっしゃる抗議は正しくなるんだけどどう見てもやってないじゃん誹謗中傷対策ね。 あのひどいと思うよ本当に <laughs> っていうことでありまして、まあ、実際ねそのまあ一人の方が、まあ、亡くなってる事例もあってですね今後だってねあるわけですよ可能性としてはねそう。だから少なくともそこについてはやっぱり何かしらのメッセージとかやれるべきことはしっかりやるべきだと思うんですけども、まあ、なんかもうそこはもう。 それを誹謗中傷をやってるのがはたから見てるとジャニーズのファンのようにしか見えないんですよね。であるがゆえに要するに自分で言うとこういうピンチの状況の中で応援してくれるまあ顧客なわけじゃないですか。でそこに対してものを申したくないからやらねえみたいな感じにも見えてるんですよね。はい、だし確かにあの ただただ注意するとそれがより膨りれ上がる可能性がないわけではないんで言って言ってることは理解できない部分はないわけじゃないんですけどじゃあ何やったんですかって話ですよなんかだし今後何やるんですかっていうのも発表されてなくってそれでただただ抗議してもですね何も刺さらないっていうかむしろ何も分かってねえんじゃねえかこいつらって思われてるわけですよだからこのえー、っとヤフー 米ってうんですかねもう見ましたけどまあいつもはなんかほらジャニーズのファンのなんかあのなんかこういわゆるこうスマイルアップ正しいみたいなのがガーって並んでる時もあるんですけど、まあ、今回はさすがにこの人たち本当に分かってないんじゃないかみたいな声でがで溢れていたっていうまあそんな感じなんでまあちょっとね正直ねもう本当にもう無理っちゃうかなって思ってしまいましたね。まあ、かなりその ね、対応するみたいな話が記者会見等々の時では言われていたわけでだし実際ね巨大な事務所だし権利関係も複雑だし難しいこともたくさんあると思うんですけどなんか本当にこの問題に何か向き合うっていうか向き合ってるのかもしれないけどなんかもう分かってない感が強すぎて。 まあこれはひょっとしたらもうちょっとどうにもならないのかもしれないなって思ってしまいましたね。まあ、いずれにしても、まあ、日本を代表するジャニーズ事務所と吉本興業っていうね大きい大きい会社が人権問題について本当にど,どう思ってるのかなみたいなねだってなんか言う時は絶対そういうの大事にしますとかあるいはボランティアとかなんかそのね日本が困った時にはいろんなね勇気づけるメッセージ出したりとか笑わせてくれたりとかいっぱいやってんのになんでこうなると。 いうことで、まあ、ここで本質出ちゃってんじゃねえかなって、個人的にはやっぱり思ってしまいますよね。はい、というわけで、本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。